はい、ガルモ続きからやっていきたいと思います。服をちょっとね、薄着にしました。ではでは、アイショップでもなんかね、薄着にいいのがなくて、あんまり私好みなのが、その結果なんかこれで着合わせ合ってんのみたいな謎の服になりました。そうね、なんか知ってる人しかいない。徹子ができる女性大人っぽいシャツ、結構入荷しときました。メンズとかも結構入荷したんで、全然メンズいける大人っぽいでしょ、フェミニン。でもシャツだよね。こんなんしかないけど大丈夫？ブラウスとシャツだって別物だもんね。あ、まあまあみたいよ。別にまあ悪くもないわねぐらいの。はい。まあ今の格好の方が正直可愛いですよ。なんかそのさ、毎回売ってるさ、なんかモデルだか女優だか俳優だかわかんないな、いつ来るの、何これ。あ、すごいのいっぱい来てる。かずみなんかすごくない、でもセレブな、セレブなの、全然セレブリティな感じはしないけど、意外セレブなんだこの人。セレブセレブ、49万あるんでしょ、ちょっと高いの。あ、でも他の人にあんま使えなさそうなカラーリングをさ、この子に使いたい。なんか別にこの子なんか何色でもさそうじゃない。うわ、34万、売りてーこれ売りたい。あ、ありじゃない？どうぞ。ちょっとカバンはないんですよ。ごめんなさいね、かずみ。今つけてるリボンは捨てた方がいいもん、すぐ。待って、普通にさっきまでよりは可愛くない？いい、いい。感謝して、かずみ。なんで戻るのよ。感謝感じられないわね、ちょっとね。そう、ひまわりやめた方がいいと思うよ。うわ、ダサい。でもね、言うて、ゆうたちゃんもそんなに今ね、可愛く着てないからね、人のことを責められないのよね。どっちかと責められる側かもしれない。あ、すごい、なんか着てる。至る。至る至る。拾えね。カジュアルな感じのスニーカーあったかな。カジュアルなお店行ってないかもしれない。まあなんとかなるでしょ。あ、よかった、記憶ある。今履いてる靴すごくない、なんか色。もうこの辺でいいんじゃない、普通にしよう。あ、でもなんかパンツが信じられない柄してるから良くないかも。このさ、服を着たやつと遊園地あんま行きたくなくない？待って、てか、寒いの？そんな格好してるけど、この世界も春でしょ？だとすると、ゆうたちゃん薄着すぎん？あ、もう今じゃん、遊園地行くの。いいね、なんか。私もそういうの、がある人生が良かったなってすごい思う。蔵之介、
エスコートしてほしい。ベーシックで高級感のある大人っぽい感じ。はーい。なんかデートで遊園地とかね、もうなんかある程度やっぱさ年齢を重ねるとさなかなかなくなることよね。なんか辛いねしみじみしちゃう。なんかベーシックで高級感って難しいこと言ってない？割と難しいよ。だってベーシックなんでしょ。え、待って、ベーシックで高級感不可能じゃない？そんなの。え？え？ベーシックダメじゃない？これさ間違えたな。多分普通にベーシックじゃなくてもっと高い服で選んだ方が良かったかもしれないね。あ、いいの？なんでもいいんじゃない？じゃあそんなクソダサい服でもいいんだから。いやこれ割とガチ的ダサいよ。冬だもん。今着てる服の方がめっちゃ好き全然さっきのメンズよりクラノスケとデート行った方が多分いいと思う。いいとこ連れててくれそう。ゆうたちゃんマジ夏先取りだな。でもすでに生足脈のマーメイドしてるからね。遊園地って行ったことあったっけ。大人になってメリーゴーランド乗らないな。観覧車も乗れないな。じゃ観覧車ってでももはや恐怖じゃない？なんか、あの高さが。なんかちっちゃい頃はそういうのはあまり恐怖感なかったけど、なんか本当に大人になって乗ると、もうなんか考えちゃうのよね。これも取れて落ちて死ぬんだみたいな。マイナス思考な感じになっちゃう。あ、待って、菊次郎だ。菊次郎、服マシになったんじゃない？トップスとパンツ。俺に似合う。菊次郎ってなんだっけ？なんかワイドだろうみたいな。クールでいいのかな？これ柄好きそうじゃん。あ、好きそう。トップスとパンツ。違ったかな。はい、もう夏先取りですよ。でもおしゃれはね、なんかちょっとこう早い段階でね。あ、何？え、待って、何系だったっけ、菊次郎って。もうちょっと、記憶にございません。ココナ。え、ココナの髪型めっちゃ可愛いんだけど、髪起こしてほしい。何？とびっきり可愛い？私の靴に似合うって知らんがなね。ロリータだよね。かわいいワンピ。終わったもうこれしかないもん。いやーいやーこれはダメですよ。さようなら。私ダサくする魔法使いなのかもしれないね。2万3000円する事実ね。さっきの超ダサワンピースが。
現実だったら許されないよね、本当に。ことね、あまね、あんま変わらないわね。間違えた、メンズは嫌なんだよメンズは嫌なんだよって。え、だってさ、メンズの嫌なところね、俺に似合う言ってくるじゃん。ほら、だって今日も全身コーデ頼むよって雑すぎん？なんかあるでしょ、もっとと思うね。プレッピーじゃない？なんかチェックだから。プレッピー、あ、これ使いたい。これ使おう。でもなんかさ、これ、あ、合わせれないのね。分かった、なるほどね。え、よくない？ある意味爽やかだよ。高青年感はあっていいと思うよ。メガネはね、行ってみよう。え、寒い無理って言われたら困るな。え、なんか可愛くない？え、メガネかわいい、こっちの方が。え、いいじゃん。うん、着ていってほしい。え、今のだいぶ良かったよ。ヒロとワンチャンバイトにならないかな、うちのね。でも私服はちょっとダサいね。ことね、あまね、いぶき、ききょう、ききょうじゃないはい、こんにちは。うん、セレブね。セレブの時はもうあれよね、どれだけ高く買わせるかっていうところに焦点を置きたい。だからヘルガでいいんだよ、ヘルガで。ブランドヘルガ、ね、ヘルガいっぱいあるからね。うわ、ダサい。これかな。へそ出したらいいんじゃない？なんかへそ出したらいいんじゃない？意外性よ。あ、でもカバンとかないんだ。だったらヘルガを消してセレブにして、ちょっとでも高く買わせるためにね、フルートホルダーとかくっつけたよね。これダメなんだ、持たせれない。じゃあこれだ。はい、ゴー。え、似合ってると思う。この子には前も言ったよね、グラサン取れってね。ダメね。うわ、あと1個で溜まるよ、彼女。まさかの展開。はーい。バイバーイ。なんかこの子、抱き枕はイルカさん。はーい。すごい、もう、セレブリティな人しか来なくなったわね。なんかね、金持ってるやつばっか来るようになっちゃった。セレブ、はい。え、今の服でも可愛いからな。それ崩すことない感じでいきたい。これ可愛いよね。白使いたい、白使いたいから。見て、見てください。OL です。金持ってる OL です。金持ってるってところが重要だからね。あ、すごい。自己主張強めみたいなね。
んだ、ヘルガーってさ、やっぱ入荷するときも高いからさ、あんま数入れないからさ、すぐなくなっちゃうね。毎回行くんだけど、一応。出た、このよくわからないモード。はい。あ、彼女もあと1個だ。なんか惜しい人多いね。あ、なんか来た。待って、最後の一人 DJ ナオトなの？マジか。羊飼い？サラリーマンがさらしで羊の牧場で、どんなドラマなの？シンプルでカジュアルな感じ。待ってくれ、シンプルでカジュアルな感じ。さっき売ったよ私。これミスったね。カジュアル。でも77件あるよ。なんとかなるかな。売ってないか。つけたら、あ、売れたよね、でもさっきね。え、脱サラしたんでしょ。脱サラしたんだったら、足出そう。なんか彼には足出してほしい感じがする。いいね、なんかね。あ、どっちがいいだろう。これか。だって下のさ、色を変えればいいだけよね。あ、いいじゃん、いいじゃん。なんか適度にダサいのがさ、いいよね。田舎感あってよくない？え、これで行こうよ。メガネ取ってほしいし。え、期待大なんだけど。実はすごいイケメンでした、みたいな。え、イケメンじゃない？え、よくない？適度にダサい感じが。パーフェクト。オッケー。買っといてよかった。え、客、あ、笑顔かわいい。羊飼いのイメージかどうかわからないけどね。はい。あ、よかったよかった。なんかこれね、いつ終わるんだろうと思ったから、このなんか3人コーデしてねみたいなやつ。なんか新しいのいる。あ、若と七瀬来た。ちょっと、はい、何をオーダーするんだろう。姫？姫ギャルファッション？姫ギャルファッション、そんなキャラの子じゃないでしょう。本当に？だったら髪型変えた方がいいと思うよ。姫ギャルか。うわ、スカート絶望的だね。なんか絶望的にコーデ難しいわよっていうのしかない。え、なんか暑苦しい格好しかできないけど大丈夫？なんかだったら、まあ、足元も別に暑苦しくていいよね。待って、7万4000円だって。終わった。カバンつけれない。はい、今の方が絶対100番いい。あ、でも悪くはないか。はい、黒髪で良かった感はあるね。でもね、なんか七瀬はめっちゃ買ってくれるけど、若が全然買ってくれないわね。
明日は朝からストリートで撮影会。でまさか翌日の予定まで決まるのね。じゃあコンテスト行きましょうかね。はい。なんか知らないの来てた今。コンテスト。だってもうさ、ナオトをさ、コーディネートしてあげたんだから、もう全然、なんか、ひいきでなんかすぐ勝てるんじゃない?フェミニンコーデだって、マイブーム、人気モデル、モデル女優、玉残し?え、フェミニンでしょ、でも。君江だと思う。お任せ。フェミニンは大丈夫。できないことはない。はい。女子高生も憧れるってところに多分意味があるから、これある嬉しい。これあるだけでもう、あ、私が得意とするコーディネートがもうすぐできますこれ。ほら、できました、イエーイ。え、完璧すぎん。待って待って、これゆうたちゃんじゃん。ちょっとカバンが、ちょっとこれでいくか。え、びっくりするほど完璧。またまいらないいらない。あ、もう余裕ですね、勝ちです。ヘアスタイルをちょっと私寄りにしましょう。で、可愛くない？メイクを、そう、そう、メイクにね、なんか黒リップとかあるらしいね。ちょっと買わないとね。違うわ、フェミニンや言うてるんだから。え、フェミニンってこういうことか。行こう、これ勝ったよ。まあ他の人がね、どんなおしゃれなコーデをしようとって感じよね。シンプルすぎない？なんかこういう格好した人でもスーパーにいない？イオンじゃないよ、決してスーパーにいるこの人。なんかすごいけど違うくない？何がとは言わないけどなんかすごいね。怖い。いや、あの、可愛いけど、プレッピーじゃない？なんか。まあ、でも、今のところこの子が一番可愛いかな。服はね。どうも、私です。まあ、もう、生き写しのようにね。でもね、自分の名前を売るにはやっぱり自分が日頃してるコーディネートをねさせるのがいいと思うね。ほら、なんかもう同一人物みたいだもんね。はーい、待って、2位まさかのあの超シンプル女だったんだけど、え、私が可愛いと思った子4位だった。ショック。ああ余裕でしたよ。はーい。ごホテルさ、行く必要あるってたまに思うんだよね。めっちゃ行くけど、
なんか音ブツブツしてるね。彼女服変えた方がいいんじゃない？なんかずっと同じ服してるけど。やばい、ゆうたちゃん服ダサい。どうしよう。え、なんか君絵の方がおしゃれだな。はーい。あ、ボンバーな人だ。はーい。ヘルガの方が似合いそうだけどね。陽介。どんどん広めてほしい。だったらみゆちゃん、うん、はーい。まあまあまあ、よし、これでとりあえず何か髪型とかメイクが増えることを願う。はーい。あと入荷できる数、正直もうちょっと欲しいけどね。はい。まあ、別に今のね、数でも全然やっていけるけど。はい。オーダー七分 T シャツ受け取った。以上？でもなんかマップになんか出てるっぽい。よし、じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。バイバイ。